で実はこの日本に対する海外からの投資を増やすというのを規制改革会議などで推進してるんですけれども、はい、これによって今日本の資産が大バーゲンセールの状態で次々に海外資本に買い取られてしまっていると、日本の優良資産を半値で海外に売り渡すような、これはまさに岸田さんが言ってるですね、経済的安全保障の一番重要な問題なんですね。円安放置という政策は間違いだと思いますし、これからまあ日銀の政策どうするかを含めて大きな議論が巻き起こってくると思いますね。ニュースアップデートスタートです。